いや、ぶっちゃけ年末に、合法的に香川のことぶっ飛ばそうと思って、こっそりジムに通ってたのは事実なんだけど、うん。それだけかな。うん。年末に、リングの上で合法的に香川のことぶっ飛ばそうと思ってたから、こそっと通ってたんだけど、ああ、エビ、あいつ逃げたから、怖がったんだよ、俺のこと。ぶっ飛ばしてやろうかなと思ってたけど、あの野郎、逃げやがって。根性ねえな、若いくせに。45の親父に舐められて、お前それでいいのかな。逃げちゃったんだよ、本当に。うん、本当一撃でやってやろうかと思ってたんだけど、美味しい年末になるかなと思ったの。ガキ、ブルって逃げやがったから。だってお前らだって、年末で、なあ、面白いことあった方がいいだろ。なあ、逃げられちゃって。あ、うちのさん、ありがとう。うん。香川、負けでいいです。逃げていいです。マジで？おう、情けねえ野郎だな、お前。ぶん殴ってやろうと思ってたのに、お前。俺、お前。じゃあ、ただで鍛えてただけか、俺は。あ？この野郎。鍛え損だよ、お前。なあ、アナス吸ってんだ。俺はいつでもいいぜ、香川。ちゃんとリング用意しちゃうから。グローブもするから、フィンガーグローブ。な、大丈夫だ、当たったって。ああ。ああ。なあ、香川ぶっ潰してやろうかと思ったんだよ。グーの音も出ねえように。若者があまり生意気な口ばっか聞いてっから、ぶるっちゃったんだよ。逃げたんだよ。総合格闘でやろうって言ってんだよ。俺いいぜ。総合でやってやるぜ、香川。おい。お前130キロぐらいあるんだろ？体重差とか、俺どうでもいいから。ああ、うん。ねえ、来いよ香川。
タップかましさせてやるから。でも俺タップしたってよ、締めやめねえぞこの野郎。つなげちゃすぐ。蚊が逃げちゃった。ほんと逃げちゃったよね。だってさ、俺が前に蚊があることあおったら、この店までさ、乗っこんできたくらいなんだから、俺のこと嫌いなわけだろ。なあ。ムカムカしてんだったら、じゃあ、すっきりさせようぜ、年末でよ。やってやれ、いくらでも。来いよ、早く。ちんたらくせえこと言ってねえでよ。何、もしかして香川君って自分で手でパソコン持ってないと何もできない人？第三者が俺と香川の対戦を中継してくれるから大丈夫だよ。早く来いよなあデブ。このやつ自分でパソコン持ってなきゃいけがれねえのか、このガキ。おい、ああ行くぞ。お前自分でパソコン持ってこないとダメなんだ。大丈夫だよ、現場来りゃ。3、4人の生主が中継してくれっから。イカ様なしでな。まあ45歳のおっさんだから、お前楽勝で勝てるから大丈夫だよ。いや、俺はもう余裕で向こうがやるっつったら、ガチってやるよ。バッチバチにやってやっから。マジで。逃げるのかね、わかんねえけど。バッチバチにやってやっから。香川君若いから逃げないでしょ。入れ墨も入れてるぐらいだから。この野郎来いよガキ、こら。だって香川俺にぶるって逃げるの分かってるもん。香川は俺にぶるって逃げんの分かってっから。いや、顔関係ないんだよ。リングがいて、レフリーがいて、総合ルールでやるから。フィンガーグローブで。お前、香川の年齢考えてくれ。俺45だぜ。しかも俺チビだから。そうだよな、香川な、乗ってこいよ、お前よ。来いよ、この野郎。じゃあ香川が乗ってこないと。やってやるよってあいつに放送で言わせてよ。